はい、ではね、紙サプライズ、とりあえず痛いところに貼ってみました。で、線をつないで、こちらが機械ですね。電源をオンにして、オン、あ、これは裏か、こっちを入れて、なんか動いてますね。ユーザー選択って書いてますね。これでいいのかな、はい、で、どうすればいいんだ、それは 10V ぐらいでいってみましょうか。 10V ぐらいでね、これでもう動作始まってるのかな。なんかいろいろついてますけどもね、これでいいんでしょうか。はい、じゃあとりあえずこれでしばらく試してみようかと思います。はい、まあまあ1回目なんでね、なんか聞く聞かないというよりも、どんなものかちゃんと正しくできてるのかっていう、まあ小手調べみたいな感じですね。じゃあこれでしばらく作業してみます。腕は当たり前ですけどまだ全然痛いです、うん、でもすごい期待をしてます。ここの方に感じるものは今のところないですね。電気がピリピリと動いてるのかなって気がしますけどね、うん、今ねこういう風に点滅してる状態ですね。で、おトイレに行きたい場合はこれを押して一旦停止して、で、こっちを抜いて、で、出かけていく。で、帰ってきて刺してもう一回押すと再開するって感じですか。点滅でいいんですかね、これね。ちなみに一旦押してみると、これが一時停止状態だと思います。で、もう一回押します。あ、これ時間がね、1時間5分に今なりました。さっき1時間6分だったんですけども。うん、だからこれで進んでるものだと思われます。電流は 1.1mA になってますね。ちょっと光って分かんないと思いますけども、電圧が 10V 設定しました。はい、じゃあこれでしばらくやってみようかと思います。